はい、一宮の皆さんこんばんは、今日はですね、一宮に可愛いレスラーが2人来ました。自己紹介お願いします。はい、名古屋ドリームガールズプロレスリングのゆいなです。はい、はい、同じく名古屋ドリームガールズプロレスリングのさえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、一宮は。一宮、はい、今日はね、私たちのコーチのしげるさんがですね、はい、この一宮に美味しいイタリア料理があるんだよって言って、でこちらのお店に連れてきていただきました。食べるなパパさん、はい、はい、どうでしたか、美味しかったですか。めちゃくちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。はい、はい、実はうち新一宮プロレスの事務局でもあるんですよ。なので、はい、できたらまた新一宮プロレスの方にもお二人がリングに上がっていただけたらなと思うんですけど、はいはいはい、どうですか。そうですね、本当に、はい、機会がいただけるのであればぜひお願いいたします。はい、で我々たちは、去年の9月に、はい、まだ設立したばかりで旗揚げはまだしてないんですけども、今まだ団体がまだ小さい、うん、私とさえしか選手がいなくて、うん、これから今はその活動の場を今拡大させているところなので、ぜひぜひ、はい、名古屋のプロレス、愛知のプロレス、一宮の皆さんにも知っていただきたいと思いますので、はい、ぜひそのチャンスがあればよろしくお願いいたします。はい、一宮のプロレスはちょっと変わってて、はいはいはい、ピンクリボン運動もやってるんですよ。ぜひね、ピンクリボン運動の手助けもしていただけたらなと思うんですけど、はいはい、ぜひぜひ、はい、そういうのにもね、はい、貢献させていただきたいと思います。いやー、もうぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。なんか最後、なんか決めで何かあるの？あ、ありますね、はい、いつもやっていただいて。じゃあ最後締めでそれをお願いします。はいはい、ちなみに皆さん、これはおい、よろしくお願いいたしま す。いや、全力ドリームガールズありがとうございます。ありがとうございます。